日向島は、三重県鳥羽市小浜町の鳥羽湾にある無人島。通称、イルカ島として知られている。鳥羽市中心地の北約3トルに位置し、面積は0 1 1トル、周囲は2トル。最高点の標高は5 6ル。南西の鳥羽市小浜町の陸地からの最短距離は、およそ5 0ル。北西端の岬は、荒岬。 北東端の岬は、タヌキの花、南東端の岬は、カモメの花、北端にある岩礁のような小さな島は、イノカイ島と呼ばれている。北東端の岬のタヌキの花と東志島の島が、先との距離はおよそ0.7キロメートルで、この区間は、桃種水道と呼ばれている。陸地側のオバマ半島から日向島を経由して、東志島を結ぶ、東志島河橋の構想がある。 稲寮の見張り小屋として設けていた、日向島の海小屋が、鳥橋の文化財の指定を受けている。以前は、小田子郡を小浜村に属していて集落があったが、現在は無人島となっている。島全体が、伊勢島国立公園の特別地域、周辺の海域が、その普通地域の指定を受けている。日向島最東端から、南側の海域が、 鳥バ港の港湾区域の指定を受けている。1996年度の来島者数は159,114人。海岸付近にはアイナメ、カレー、キス、クロダイ、メバルなどの魚類が生息する。北西と南東には砂浜があり、西の浜海水浴場と日向浜海水浴場として利用されている。島の北側には陸地からの送電線の鉄塔があり、 隣接する東市島へ送電されている。島の北側には、日向たいなり大名人がある。東岸にある日、向浜海水浴場島内には宿泊施設はなく、バンガロー村が開設されていた。1959年3月に島マリンレジャーが、イルカ島海洋遊園地を開業し、島全体が遊園地となっている。島内には遊歩道が整備されていて、以下の施設がある。 イルカ池から徒歩で遊歩道のトンネルを抜けて東岸に進むと日、向浜海水浴場があり、日よけのテントが設置されている。海釣りのスポットとなっていて、春と秋には、イルカ島磯釣り大会が開催されている。伊勢自動車道伊勢インターチェンジから伊勢二見、鳥羽有料道路鳥羽インターチェンジ経由で、鳥羽マリンターミナルまで約15分。 東海旅客鉄道と近畿日本鉄道の鳥羽駅の東にある鳥羽港の鳥羽マリンターミナル及び新樹島水族館前から島マリンレジャーの鳥羽湾を巡りイルカ島に寄港する観光船が運行されている所要時間は15分鳥羽湾巡りとイルカ島の遊覧船の運賃にはイルカ島入園料が含まれている島内には観光船の三橋駅から 山頂駅までの有料の数と乗り展望リフトが運行されている。南側の関東の大山から望む鳥場湾の島並み、左から三津島、日向島、飛び島、東志島、島マリンレジャーが運行する鳥場湾巡りとイルカ島の遊覧船、竜宮城。ありがとうございます。